本屋でバイトしてた時の話やねんけど、レジで接客してたら、シャーロット・リンリンみたいなでかいおばさんに、ちょっとあんたって急に声かけられた。感触を起こしたんかなと思ったら、素敵な声やね。って褒められたから、これ接客用の声なんで、普段は黒ちゃんみたいな声ですよ。って冗談かましたら、またまたって変になつかれてしまって、そっから小学生の孫が徒競走で1位になった話を4回聞かされた。